続いてトゥデイズアイです。ここニューヨークには多くの日系企業が進出し、日本人のビジネスマンも大勢駐在していますが、そんな日系企業とアメリカのビジネス界との架け橋になっている団体に、日本クラブとニューヨーク日本商工会議所があります。その2つの団体の専務理事を30年以上務め、6月いっぱいで退任された狩野勉さんに、ニューヨークの日本企業の変動の歴史についてお話を伺いました。マンハッタンミッドタウンに本拠地となるビルを構えているのが、日本クラブとニューヨーク日本商工会議所という、企業人とその企業を対象とした日系の団体です。創立100年を超える日本クラブは、ニューヨークに駐在している企業人の語らいの場として作られた歴史と由緒ある社交クラブ。そしてニューヨーク日本商工会議所は、日米文化交流を促進しつつ、ニューヨークに進出している日系企業とアメリカの架け橋となっている団体です。このニューヨークを代表する2つの日系の団体で専務理事を30年以上にわたって務め、6月いっぱいで退任されたのが狩野勉さんです。狩野さんは長年にわたってニューヨークを行き交う日本人ビジネスマンたちを見守り続け、時には日本とアメリカのビジネス界のパイプ役として、政財界の重鎮たちとの出会いを重ねてきました。ニューヨークという世界経済の中心地で、ビジネスの側面から日米関係を見続けてきた狩野さんに、この35年間はどのように映ったのでしょうか。日本クラブ、そしてニューヨーク日本商工会議所専務理事ご退任、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。35年間ですよね。これだけ長いことにわたってビジネスの観点からニューヨークの日系企業、そしてビジネスマンの方々のサポート、さらにはアメリカ企業とのパイプ役を務めてこられたんですけれども、そんな狩野さんが改めて振り返ってみて、ニューヨークの日本企業、この35年間でどう変わられましたか。そうですね、なかなか一言では語れないと思うんですけども、まあ本当に35年という期間というのは、多分ですね、2ジェネレーションぐらい、150年ぐらいにね、匹敵するようなね、非常にですね、激動の35年だったんじゃないかと思うんですね。まあご存知のようにオイルショックがあったり、貿易摩擦があったり、いろいろですね、歴史の流れの中でアップアンダウンがあってですね、この35年というのはやっぱりスピード感ですね。それがもう35年前と今とは雲泥の差があるように思いますね。今おっしゃった通り、この35年間というのは貿易摩擦があり、そしてバブルがあり、911があり、そしてリーマンショックがあり、本当に波乱万丈、いろんなことがあったと思うんですけれども、その変動を見てきて一番印象に残った時期というのはどの時期でしたか。今振り返ってみますと、やっぱりバブルの時代ですね。やっぱりアメリカの人たちがですね、日本のバブルの時というのはですね、日本に対する見方、考え方というのが急激に変わってきた時期じゃないかと思いますしですね、日本企業もどんどんですね、アメリカに投資しですね、欲しいものは全部手に入るというようなですね、そんなような極端な何て言うんですかね、気持ちを当時日本人も抱いたんじゃないかと思うんですね。でも確かに実際ロックフェラービルは買い、うん、そしてコロンビア映画は買い、本当にアメリカの象徴と言われるようなものをどんどん買い漁っていた時期でもありますよね。そんな時をご覧になって、日本企業どんな様子でしたか。まあ、極端に言うと、東京をですね、売っちゃったらアメリカ全土買えるというようなぐらいなですね、そんな、その何というかな、ことを言う人もいましたしですね、その勢いというのがやっぱバブルの勢いなんでしょうね。だから損をするということとかね、
節約という観念ってその時には吹っ飛んでどっかに行ってしまったんじゃないでしょうかね。そんな感じでしたですよね。その他にこの35年間の間で狩野さんの心に残っている時期とか事件とかありますか？それはね、やっぱりね、セプテンバーイレブンですね、やっぱりテロの問題ですね。あれは本当に驚きましたね。考え方もですね、国防中心になってしまうということで、当然ながらビジネスの世界というのはお金がですね、自由に流れてたのがですね、もうセキュリティのですね、治安上の事情でですね、それがですね、遮断されていることがたくさんあるわけですね。テロ事件でですね、日系企業のですね、受けた打撃は甚大だったんじゃないかと思うんですね。そしてその後やはり日本で今度は3.11、東日本大震災があったわけなんですけれども、その時に狩野さんが指揮を取られて日本に向けての、義援金を集められたっていうふうに伺ってますけれども、この時に感じられたことはどんなことですか？アメリカの人たちがですね、声を高らかにですね、みんなで支援しよう、助けようというね、ことをですね、非常に温かいというか、迅速に何かしなきゃいけないという気持ちが伝わってきましたですよもうね。あっという間でしたよね。そうもうなんで翌す日よ。ぐらいから皆さんこう、じゃあ募金だとかって言ってね、私も本当にそれ驚きました。とにかく災害が起きて、何か事件が起きれば助けることがまず第一だと。助け方がですね、どうのこうのというようなね、議論をやる前にですね、まず助けようじゃないかという気持ちでアクションを取っていくと。まあ、そういう形で日系企業、そしてアメリカの企業両方をこう35年間ご覧になってきた狩野さんが、今今後日本企業がさらなる発展を遂げるために、世界的に発展を遂げるためにどういうふうに変わっていったらいいと思われますか？アクションをできるだけ迅速に取っていくというのが、やはりこれからもっともっとやっぱり求められてくるんじゃないかと思うんですね。ですから、セーフガードというかね、石橋を叩いても渡らないというような考えでは、もうビジネスは成り立たないんじゃないかと思いますね、これからね。この対談では今回放送していないエピソードたくさん伺ったんですが、狩野さんのお話を伺っていて、この35年間ニューヨークの日系企業と日本人ビジネスマンの方たちが歩んできた道のりというのが、本当に目まぐるしい変化が絶えなかった時代だったんだなと改めて実感しました。